にさ、もう餃子あんだよ、食べる餃子は食べます。鶏ガラちょうだいよ。うわすごい量ですね、これ。これが普通サイズです。あ、2玉餃子、これも一人前ですか。味噌汁とかもあるんですね。うん、ケイさんはよく昔から行ったりしようですか。時々だから幼稚園から高校までは一緒。ああそうなんですか。一個下じゃない。ああなるほど。じゃあもう馴染みの。にして、わしは子供がそろっと食べると思うから醤油にしようか。一味入れるから、カラカラ。ちょっと待って。どうしたん。そういうの大事でしょ。ランコロテーション。ね、醤油の大盛り。うん、はい。餃子あんだよ。食べる。餃子は食べます。あ、そうなん、電話かかってきたの。うん、あー、わからんかって言われてよかったんですよ。そうなんですか。そのまま手で押したら困る。手で押したらダメなの。ここ、こうやって押して、これをね、間違い探し。あと1個、あと1個、あと1個。どれだっけ、あれだけある。はい、ここだ。寒いね。いや、寒いよ。うわ。取りだらちょうだいよ。うわ。うわ。すごい量ですね、これ。これが普通サイズです。あー、もう全然あれですね。これ二玉？麺二玉かな。二玉よ。二玉だって。二玉餃子。これも一人前ですか。そう、これは400円。おお、羽根つき。これはあれね、値段は、うん、定食安いと思うわ。800円と900円って安いですね。そうですよ。だからまあ来月とかまあ変わるかもしれないみたいな。そうそうそう。まあ仕方ねえよな。普通これで900円なんよ。800円だろ、普通のラーメンだったら。そう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 。それにまあ唐揚げとかご飯がついてっていう、ね、これが要はこれがセット。これはこの身によったわ。これそうそうそう。これが好きなんですよ、からしニンニク。よしどうぞ。よしでございます。よし、大きいなこれだ。食べ応えあるんですか。若者が食べるような味ね。じゃあ僕もちょっといただきます。いや味噌でもない感じ。あ、いいですね。ちょっとあ、この耳をつけて。あ、ありがとうございます。
うん、うまっ。暑いよ。暑くないよ。ねえねえ、はい、リモコン。あ、いや、もういいよ、もう好きなやつ見てや。好きなやつない。どうせ僕が変えても嫌だって言うんでしょうね。これ嫌だ。ピー、毒。もういいじゃろ。もういいじゃろ。もういい。もういい。切ったな。よし。あ、これじゃ。さん、ありがとうございました。いやいやいや勢いで二玉食べた。お腹が。ここから見たら。ちょっとこう。ケイさんよく行かれとったんですか。時々。ああ。いや、あれは今日初めてでした。あ、そうですか。普段は一体何を食べ注文。まあ醤油味噌。ああ。この辺が多いかな。なるほど。なんか値上げするそうですけど、値段もね。はい、このご時世だからそれは。今だって大体岡山でラーメンだほぼ900円から。そうですね。1000円超えますね。こんな時代。いや、そうですね。あんま場所わからないけど、あれですよね、ここの店員さんが一からスープ作ってるから安くできるっていう。そう、餃子も手作りで。ああ、非常に素晴らしいので。あの、まあ、時々は、ね。年中無休じゃなくて。正月の1日がお休みで、あとは基本的に364日か。はい。が営業してます。わかりました。一つ年下の後輩なんです。幼稚園から高校まで長い付き合いなんですね。そういうことですね、はい、ちょうどサンモールの隣ですよね。そう、あの北東西が、はい、まあ、でっかい看板があるけど、はい、そっからのちょっと分かりにくい場所、晩ご飯やんかもしれない。あ、ですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、ちょっと待って。あ、オッケーです。いい。見てね。いい、うん、いいよ。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。OK です。Yes! もう一回、もう一回。